どうも吉田さんね、山本太郎さんによっていろんなことを私もね気づかされました多分ね山本太郎さんが言わなかったら興味を持たなかった政治的な考え方とか経済のこととかもう山ほどあると思うんですよまあ、言ってみれば山本太郎さんの発信によって私は経済や政治を学んだと言ってもいいぐらいですよね もうね、どっかのね、大学の整形学部に行くよりも、すごくためになったと思いますし、他の令和新選組ファンの方とかね、山本太郎さんの凱旋をよく聞く方っていうのも、本当にね、ちょっとしたね、大学の講義を2年3年受けたと同じレベルだと思いますよ。まあ、その中で私感じるんですけども、これは山本太郎さんが直接言ったわけではないんですけども、考え方がね、2つぐらいあるんですよ。 ちょっと動画前編と後編に分かれますバッテリーが切れたんで一旦閉じますねすいません次の動画を見てください